土佐の屋久島ののりくん先生とさ忘年会した時に私が歌った量覚えてる？うん、あの時よりはちょっとはギターがねちょっとは上手になったかも。お父さんに作った本当に鹿児島にギター持って行ったっけ？持って行った。やんだっけ、うん、オカリナに出会わせてくれたお父さんへの感謝の歌ほら雲の上で思うんだ。第2弾どういうこと？第2弾じゃないよ。ちょっと編曲しちゃったろ。いや違うよ、あの時は音が全く出なかったけど、うん、まあ今も出ないけどちょっとは、ちょっとは歌が上手になったかもって。曲は一緒、曲一緒一緒一緒。だから高千穂の峰に登った時を酔っ払ってきてる。なんで思い出して聞いててね。目をつぶってよく聞いてる。なんだなんか目をつぶらんとか。ほらちょっと酔っ払ってるからできないか、なんとか酔っ払ってるの。酔っ払ってる、ごめん。いつか元気になったあの場所へ行ってみたいとつぶやいた私を一度だけ連れて行ってくれたあの日を忘れない。私が今をすべて諦めた時最後に何かにすがりつきたかったの、うん、本当にあの場所へたどり着けたら何か変わる気がしたわ。今日
もまた弱さと向き合い、強さを取り戻せたなら、まだ大丈夫。しみじみと聴けばよか曲 ね、 ねこんな人ね、ギターを始めたきっかけがお父さんへの感謝の歌を残したくて、そのために始めたの、でそしたらこの曲がねできちゃったの、できちゃった。高千穂の峰の頂上でね3時間ぐらいこもって作ったの、歌詞をね。3時間ぐらい頂上に登った時に、あの3回目か4回目の頃、もうだいぶ後に、あの時のことを、やっぱその地で何を思ったかなって思い出したくて作りたかったからさ、衝撃だったのね、すごい。あ、そう。そう、それでできた曲なのよ、やっぱ場所によっても違うよね、思いが現れてくるよね、言葉がね。標高1747のところからだよ。いろんなのが概念が発動して、ね、向けて それだけで集中できて、あの上から下を見たらもう人も何もかもアリンコにしか見えない。だよだよ。ありがとう。よく言うよ。カラコに言うか変なない。